カウントされてなかったんですよ。だからもう昨日かなからまた始まるんですかね。そう、まあ、別に毎日アイドルを目指してるわけじゃないんですけど、そう、毎日アイドルチケットみたいなやつ使えると思ったら使えなかったらしくて、条件を勘違いしてた。そう、泣いちゃった。泣いて嘘、心が泣いてた。そう、でもまあ1月1日からもし仮に毎日配信してたとしても365日をこう更新したら、365日経つ日が1月1日になるじゃないですか。なんかまあもしね、仮に今はできる日はできるやるっていうコンセプト気持ちでやってるけど、これがさ何だろう、365日経った日に本当にたまたま毎日できてたら1月1日が記念日になるじゃないですか。だからまあそれはまあね、避けた。そう、明けましておめでとう、365日でーすって、何配信ってなっちゃうからいっか。まあね、泣いてないし、全然悔しくないしって気持ちです。ギフト聞いてくださった皆さんありがとうございます。なんかギフトのエンディングになって急に声が明るくなってた。多分すごい鼻詰まってたんですよ、あの日風邪ひいて。今も鼻詰まってるんですけど、最近鼻詰まりがちですごいこういう声になっちゃうんですけど、なんか知らないけどあの時はエンディングだけ異常に声が鼻詰まってなかった。強がり時計を止めて来週もあるのでぜひ、あれ、来週もあるので聞いてください。あ、そう、来週、再来週、あれ、来週ですね。あれ、1月17日かな。そう、来週もあるので聞いてください。あ、もし再来週だったらどうしよう、怖い。とりあえずもう一回出てるので私は。ギフト毎週聞いてください。でも嬉しかった、すごい。ギフちゃんさんにはもうね、すごく高山に住んでた時にお世話になっていたので嬉しかったですね。はい、あ、来週です、聞いてください。ですね、メールを送りそびれました、ごめんなさい。あ、0通ではないんですけど、メールを送ろうと思ってたやつを送り忘れました、ごめんなさい。ギフトを聞いてギルドバトルしたら安心して寝落ちしました、ごめんなさい、寝起きです。なので鼻が詰まってる声です。なのでここら辺で一回ちょっとアイスを食べたいと思います。
はい、アイスを食べました。あ、謎が解けるかアイスが解けるか、犯人大場さんですね。あんま犯人の話とかしちゃダメか。いや、わかんない。もう見ない。もう見れないから大丈夫か。いや、わかんない。もしかしたら、これからちょっと漫画に出会う人がいるかもしれないから、あんましない方がいいかな。どうしよう。あんま、あんま犯人の話しない方がいい。謎が解けるか、アイスが解けるか。みなるんさん、アイスの実のドラマ、なんか殺人事件みたいなあるんですけど、犯人がみなるんさん、犯人の話してる、ごめんなさい。そう、ゆうえさんの性格、本当にゆうえさんとは何も知らなかったんですよ。で、私がクイズの問題考えてる時に、なんか本当は漫才の方で、私ラランドさんがすごい好きなんですけどって話をしようと思ってた、漫才を答えにしようと思って。でもアルカナピースさんも好きだし、なんかラランドさんの、そんなラランドさんのをこのクイズの正解にするのがすごい難しくて、どうしたらいいんだろうみたいな。で、あ、空気階段さん、そう、なんかお笑いお二人詳しいですかって質問をさせていただいた時に、なんかすごい詳しいわけじゃないみたいな感じだったから、あ、なんかどうしよう、これ大丈夫かなって思ってたら、まさかのピンポイントでゆうゆうさんがパンって当ててくださってびっくりですね。アルピーさんはコントもめちゃめちゃ面白いんですよ、実は。でもなんかアルピーさんってな、イメージやっぱ M1 とかのイメージでも、そっか、キングオブか、コントもすごい面白いんですけど、なんかアルピーさんの漫才ってなんかすごい特殊だと私は思ってて、漫才ってマイク1本で、それこそ多分皆さんが思い描くのはナイツさんとかのイメージなんですけど、だと思うんですけど、アルピーさんって結構音響、音とかを使ったりとか、なんか結構コントみたいな演出を漫才に入れたりするんですよ。なんか、あ、こういう演出、なんか演出が入る漫才ってあんまりないし、なんか最近はね、 M1 とかでもなんかすごいいろんな形になってきてるんですけども、新世代とかね言われたりする方も多いですし、でもなんかそれがすごいアルピーさん面白いなって思ってて、でもコントもね、そう、好きなんですよ。だから私総合的にすごくアルピーさんが好きなんですよねそう、坂井さんのラジオも大好きだし、ひろこさんもですけど、アルピーさんのラジオも好きだし、そう、やっぱアルピーさんといえばラジオですから、ラジオも好きだし、でもそのなんかアメトークとかに出てらっしゃる時とか、そうひろこさんが奥さんのまゆみさんとバラエティに出てらっしゃる時のトークもすごく好きだし、有吉さんとかからと一緒に出てる番組とかもすごい面白い、大好きなんですけど、そう、
イメージ有吉さんなんですかね、サンドリーとか。そう、実は結構お笑い好きなんですよねあんまりそう言ってるんですけど、なんかイメージがないってすごい言われるんですけど、今日もあのラランドさんのラジオを聞いてましたし、あの先日放送されてたんですけど、そう、ちなみにラランドさんのあのサーヤさんが文化放送でレギュラーをしてるあのコシタンさんっていう番組があるんですけど、それは YouTube で聞けるんですよ、なんと全編。そうめっちゃ面白いです。トゲトゲトゲありトゲなしトゲトゲっていうあのバラバラ大作戦の枠の番組の3時のヒロインの福田さんとかあのカノさん、 A マスのカノさんとかがゲストに来た時もめちゃめちゃ面白かった。そう、踊り場とかも聞いてますよ。踊り場めっちゃ面白い。あのこの間のレインボーさんゲストの回も面白かった。そう、トゲ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 めっちゃ好きなんですよね。初回放送からめちゃめちゃ楽しみに見てます。ちょっとね、アイスの見とけ、アイスの見てちゃった。アイスのこのアイスの一番好きな味がなんか濃厚ショコラみたいなやつ、めっちゃ好き。どんなトゲトゲなアイスを持ってます。ツッコミビンゴ。そう、あと私あのさらば青春の光さんのがめっちゃ好きですね。 YouTube がめちゃめちゃ好きさらばさんはすごい YouTube チャンネルとか YouTube コンテンツが多くて、そうめっちゃあるんですよ、いろんなのがあるので面白い。モルック、そう、あとモルックやってみたいんですよね。あのさらばさんの森田さんが日本代表してるあのモルックっていうスポーツがあるんですけど、モルックやってみたいんですけど、モルックって本当に森田さんとかのがやってるイメージがあるんですけど、売ってるの見たことなくて。モルクやりたい、モルクやってみたいんですよね。でも私運動できないからモルクできるかわかんないけど、計算だけはできるので、そうやってみたい。木の棒に木の棒をぶつける競技ですね。そう、森田さんからすっごいモルク見るようになりましたよね。意外な才能があるかもって期待しちゃう、わかる。ということで皆さん、今日もショールームを見てくださってありがとうございました。あ、スキーは絶対やりたい、いつか。また髪の毛巻いたけど落ちてきちゃった。ということで皆さんごめんなさい、お休みメール送りそびれて髪の毛すごい伸ばしたくなりました。今日おやすみなさい、バイバイ。なんかすごい可愛いのにこうやって見ると。おやすみなさい。テロップ出た？本当だ。おやすみなさい。バイバーイ。